広島の一戦です。今日の舞台はこの手の内を知り尽くした者同士、戦いに肉型を取り戻したい浦和と広島。互いにリーグ戦は3連敗同士の一戦ということになります。31試合出場していました。まあ、しかし半分近くが途中出場ではあったんですが、もう本当に完璧もできないパーツということになりました。そのピース。 清水は昨シーズンはキャリアハイとなる J1 リーグ戦31試合出場していました。まあ、しかし半分近くが途中出場ではあったんですが、もう本当に完璧
ฝากติดตามกด Subscribe ช่อง YouTube J.LEAGUE International ด้วยนะครับ Like, subscribe, get push notifications. Like, subscribe, push notifications.